こんにちは、スタイリストの大山春です。今回の動画なんですが、大人のナイロンジャケットナンバーワン決定戦というテーマでお届けをしたいと思っています。僕の YouTube チャンネルの中でも結構ナイロンジャケットの回というのは人気が高くてですね、これまで様々なものをご紹介してきましたし、まあ、僕自身もですね、一ユーザーとしてこのようなナイロンジャケットというジャンルが好きなので、いろんなものを買ってきました。その中から大人の男性に何が似合うのか、どれがおすすめなのかをですね、今回決めたいなと思ってるんですが、 先日の動画でご紹介させていただきましたノースフェイスの コンパクトジャケット。これがですね、現状最強じゃないかなと僕の中では感じていたんですね。まあ、後ほどまたお伝えしていきますが、まあ、このアイテムは本当に価格面でも結構抑えめですし、デザイン的にもミニマルで使い勝手がいいと。あとは素材の質感も含めて完成度高くてですね、まあ、これがナンバーワンなんじゃないのかなと思いきや、もう一つですね、新たな強敵が今回出てきたんですね。それがですね、 パタゴニアなんですよ。まあ、ノースペースももちろん有名なんですが、こちらのパタゴニアもですね、同じアウトドアウェアの中では欠かせない存在です。まあ、僕たち大人世代にとっては結構古着ブームの頃からパタゴニアっていうのはですね、結構有名だったので、まあ、馴染み深い方もいらっしゃるかなと思うんですが、そんなパタゴニアが誇るトレントシェルジャケットというアイテムですね。これ、前々からですね、気になっていたんですが、まあ、この前実際に試着してみたら、 めちゃくちゃ良かったんですよ。なので、今回はこちらを購入してきました。ですので、今回はナイロンジャケットナンバーワン決定戦ということで、ノースフェイス、そしてパタゴニア、これまでご紹介してきたアークテリクス、このあたりをしっかりとお伝えしていきたいなと思っています。もちろんですね、人によってどのブランドがいいのかっていうのはですね、かなり変わってくるかなと思うんですね。ライフスタイルだとか思考性によったりするので、まあそのあたりも含めて、こういった人にはノースフェイスがおすすめですよとか、こんな価値観の方にはパタゴニアがおすすめですよという形で、 それぞれの適性に合う形でおすすめもできればなと思いますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速、行ってみましょう はい。ということで、ここからはですね、具体的にナイロンジャケット3つをですね、皆さんに比較をしながらレビューをしていきたいなというふうに思ってるんですが、まずは今回ですね、初登場となるパタゴニアのこちら、トレントシェル 3L ジャケットというアイテムなんですが、 まあこれはめちゃくちゃ良かったですね。まあこれまでパタゴニアのアイテムというのは僕はフリースをですね中心によく使っていたんですが実はこういったナイロン系のジャケットというのは今までですね試着だけでですね実際に買ったことはなかったんですね。で先日たまたまですね店舗でこちら気になってはいたんですけども初めて着てみたら最初はブラック着てなかなかいいなぁとは思ったんですが 続いてですね、試着をしたこちらのスモルダーブルーという色合いなんですが、 これを着たらもう即決しましたね。これは買わない手はないだろうと思って購入してしまったんですね。まずデザイン面から言ってみるとすごくですね、ミニマルなんですよね。まあ、特に特徴があるようなデザインではなくて、まあ、無駄のないシンプルで控えめなデザインになっています。サイズ感で言っても今っぽいようなちょっとゆったりめに振ってあるわけではなくて非常にオーソドックスなサイズ感かなと思います。僕は身長 164cm53kg の小柄な体型なんですが、今回 こちら選んだのは S サイズになります。ちょっといろんな角度から見ていただきたいなと思うんですが、どうでしょうか。まあ、海外サイズの S なので、まあ、実質日本サイズの M 相当ぐらいになるかなと思うんですが、身幅ですね。このあたりはあんまり太くないですし、肩のラインもこのあたりなので、決してこうドロップショルダーみたいになってるわけではないので、オーソドックスで使いやすいようなサイズ感になってるかなと思います。まあ、ちょっと緩めの感じで来たかったら、サイズを一つ上げるみたいなアプローチもいいんじゃないのかなと思います。機能面で言うと、防水透湿性というと ところがしっかりと整っているのでかなり本格派のレインウェアとしても使うことができるのかなと思います、まあ、ノースペースのコンパクトジャケットは防水性というよりは撥水性なんですよね軽い雨だとか風だったら防いてくれるんですが、まあ、ガチで降ってる雨なんかにはですねなかなか対応がしきれない部分があるかなと思うんですが、まあ、トレントシェルに関してはそのあたり防水性がしっかりとですね担保されているので安心感のあるようなそんな一着になっているかなと思います、まあ、どちらかというと待ち着的な部分に軸足のあるノース フェイスのコンパクトジャケットとこちらはですねアウトドアシーンとかでしっかりと使えるような充実した機能性ですねここを担保しながらも待ち着としても使えるというところがまあ、違いになってくるのかなと思っていますで肝心なのはやっぱりですねこの色合いだと思うんですよねトレントシェルジャケットこれまでも僕は知っていたんですがまあ、特にですね買うまでには至らなかった理由というのはまあ、デザイン的にも特にこう特徴がなくてシンプルなんですねで価格帯で言うと2万円台中頃 ぐらいなのでこういったシェルジャケットの中では比較的高すぎず安すぎずというところで、まあ、中間的な位置づけかなとは思うんですねでも決してこう気軽に買えるわけではないのでまあ、コンパクトジャケットの方が使い勝手いいかなと思っていてまあ、今まで手は出さなかったんですが、まあ、今回はですねこの色なんですよねブルーという表記なんですが僕の目にはですねちょっとダークグレーに見えるんですねこの色合いがすごく使い勝手が良くて今はですね下にはブルー のシャツを着てボトムスはブラックのパンツを合わせていますが 結構ですね、僕はナイロン系のジャケット、ブラックを皆さんにご紹介することが多いかなと思います。結構このようなアイテムって鮮やかな色合いのものもあったりするんですが、アウトドアシーンではそういった華やかな色もですね、結構映えるのでいいかなと思うんですが、待ち気になってしまうと、どうしてもですね、色の主張が強すぎると、着れるシチュエーションがですね、限られてしまうので、まあ、ブラックが鉄板かなとは思ってるんですね。だけども、ブラックの最大のデメリットというのは、ボトムスをブラックにした時に、 見えてしまうというところだと思うんですがこのスモールダーブルーという色合いですね、まあ、ブルーとグレーが混ざったような色合いなんですが、まあ、これを着ることでブラックのパンツが生きるんですねこのダークグレーっぽい色とブラックがモノトーンで非常に収まりがいいので僕は普段ですねしている着こなしにはこの色合いがめちゃくちゃハマりがいいんですねまあ、ここ1点だけで僕は購入決めたぐらいなので非常にですねこの色合いが皆さんにもおすすめしたい最高のカラバー の一つかなと思っていますもちろん今はですね、ブラック系のパンツ合わせてますが、他にも色々と合わせることができまして、まあ、最近旬になっているホワイト系のパンツですね、これとも相性が抜群にいいです。まあ、ホワイトのパンツの場合は、ブラックのアウターでもあったりするので、まあ、どちらでも使えますが、このダークグレーっぽい色合いを選ぶことで、黒パンでも白パンでも使えるという意味では、すごくですね、コーディネートの幅が広がるんですね。そこがこのトレントシェルジャケットの最大の魅力かなと思うので、ぜ、ま、ひ、あ、ですね、 購入をを検討される方はこのカラーですね一つチェックをしてていいいたただきたいなと思っていま,すまあ、決して価格的には安くはないんですが、まあ、デザイン的にもサイズ感的にもかなりオーソドックスな範疇なので、一回買えば結構長く使えるかなと思います。まあ、パタゴニアの商品っていうのは修理なんかにもしっかりと対応してくれてるので、一度買ったら長い付き合いができるというところも最大のメリットだと思いますし、パタゴニアの持つ世界観ですね、サスティナブルな服作りというところが最近は叫ばれていますが、そういった遥か前から環境、 や人にに配慮ししたもののりりをてていいいるるパタゴニアの世界観っっうのはやっぱでですすね共感できる部分が非常に多いかなと思います、まあ、今の時代だからこそパタゴニアを選択するというのはこれまた一つの差別になると思うんですね。というのもノースフェイス着てる方非常に多いのでそことはちょっと違ったアプローチをしたいという男性にも非常にお勧めできるアイテムかなと思うのでぜひですねナイロンジャケットの候補の中にトレントシェルジャケットも加えていただければなと思っています。 はい、続いて2点目はですね、これまでもご紹介してきました、ノースフェイスのコンパクトジャケット、こちらを改めてきたわけなんですが、パタゴニアとノースフェイスを比較することで、まあ、その違いだとか良さがですね、より際立ってくるかなと思うんですが、このコンパクトジャケットの最大の魅力っていうのは、コンパクトと言いつつ、サイズ感がそんなにコンパクトじゃないところだと思ってるんですね。先ほどのトレントシェルに関しては、結構身幅がピタッとしてたんですね。このあたりが、まあ、オーソドックスで使い勝手 がいいまあ、特にですね、大人の男性だと、あんまりワイド感があるものが苦手という方もいらっしゃるかなと思うんですが、まあ、そんな時には使い勝手の良い,いオーソドックスさがあるんですが、こちらのですね、コンパクトジャケットに関しては、今のトレンド感っていうところをしっかりと吸い上げたようなデザインになってまして、見幅がちょっとゆったりめになっているんですね。このあたりのトレンド感っていうのは、やっぱり最大の魅力かなとは思っています。まあ、デザイン的にはこちらもかなりシンプルで、そこまで特徴的ではないかなと思います。まあ、いわゆるロゴってこのあたりについているものが、 ちょっとですね、この下目についてるところ、このあたり個人的には好きなアプローチなんですけども、まあこれぐらいですかね、デザイン的なちょっとした違いというのは。あとは素材感ですね。これナイロン100%なんですけども、コットンライクなんですよ。このあたりもかなり雰囲気は、待ち着としては使い勝手がいいなと思う点で、まあこれからご紹介するアークテリクスのモデルも、まあゴアテックスなので結構張り感があります。先ほどのパタゴニアのシェールジャケットに関しても、やっぱりパリッとした感じがあるんですね。このあたりが、まあ ナイロンジャケットの魅力でもあり人によってはちょっと着づらいなとかもうちょっと動きやすいものが好きなんだよなというところで意見が分かれるところだと思うんですねその点このコンパクトジャケットというのはかなりコットンライクな素材感なのでまあ、着ていてすごく違和感がないんですよ貼った感じがないのですごく楽なのと普段着にもですね馴染みやすいという良さがあるんですねそして価格面でも1万円台で買えるというところは最大の魅力の一つかなと思うのでまあ、トータルバランスで言うとやっぱり強 良いのはノースフェイスのコンパクトジャケットかなと思います一方で色合いですよねまあ、当然ながらブラックが使い勝手が良くてあとはちょっとオリーブっぽいカラーもすごく良かったりするんですがまあ、ブラックを選んだ時に今回は先ほどと同じ条件で着ていますがブラックのパンツ合わせるとこれはこれでちょっとモード感があってかっこよかったりはするんですがちょっとこう単調に見えてしまうかなというところが一つ懸念点としてはあるかなと思いますまあ、そのあたりはですねコーディネートで解消すればいいかなと思うのでまあ、例えば先日の動画でも お伝えしましたがこういったダークグレー系のパンツですねを合わせてもらうのもすごくいいと思いますしホワイトのパンツでパキッと明るさを出すのもいいと思うのでボトムスの色を変えてあげることでブラックのですねナイロンジャケットのコーディネートの幅を広げてあげるのがいいかなと思うのでこのあたりはそんなに心配する点ではないかなと思うんですがやはりバランスのいい1枚かなと思うので改めてチェックをしてみていただければなと思っています はい、ついてラスト3点目、アークテリクスとベータ LT というモデルですね。これ、僕の YouTube チャンネルの中では、かつて何度か出てきたような、まあそんなモデルになっているんですが、まあちょっと最近はですね、アークテリクスがですね、非常に買いづらい状況になっていまして、街で見かける機会も本当に減りました。まあかつてはセレクトショップで結構取り扱いがあったりして、まあ見かける機会もあったりしたんですが、今はですね、まあこういったブラック系のど真ん中のですね、シェルジャケットはほとんど見かける 機会ががななくりりままししたたた抽選でで買ったりだとかあとかあは先ほどメルカリで見ましたがこのモデルもですね、定価よりも中古の状態なんだけども、2万円とか3万円ぐらい高い値段で取引をされているぐらいですね、ちょっとレアなモデルになってしまったので、まあ、そもそもちょっと検討ラインに乗りづらいなというところはあるんですが、ただ着てみた感じとしては、正直に言いますと、めちゃくちゃかっこいい。個人的には完成度で言うと、今回3つの中で、 一番着ていて気分が上がるのはやっぱりアークテリクスのベータ LT かなとは思いました。素材はですね、ナイロンなんですが、ゴアテックスを使っていまして、まあしっとりとした風合いですね。このあたりの上品な光沢感もやっぱり群を抜いて綺麗ですね。まあ価格帯もちょっと頭一つ出てるので、それはある意味で当然なのかもしれませんが、デザインのバランスで見ても身幅ですね。まあ適度にゆとりがあって、着丈もですね、シャツ下に着てるんですが、その 見える分量がそれぞれぞ変わりますよね、まあ、こちらはちょっと丈長めになっていまして、今のトレンド感にもちょっとあったようなデザインになってるかなと思います。まあ、どれもですね、今回選んだのは M サイズなんですけども、また全然サイズ感が変わってくるかなと思います。ノースペースのコンパクトジャケットが最もゆとりがあって、着丈もですね、そんな長すぎない。で、トレンドシェルに関しては見幅も結構コンパクトで、着丈もですね、そんなに長すぎない感じなんですが、まあ、アクテリクスに関しては、ちょうどこう中間的な立ち位置ですかね。パタゴニアよりりはゆとりがある けどもノースフェイスほどですね大胆なサイズ感ではなくてすごく使い勝手がいいですね生地の質感も圧倒的にいいしあとは襟のバランスですねちょっとボリューミーな襟でしっかりとですね襟も立ちますしあとアクテリクスのロゴですね控えめのダークグレーでストイックな雰囲気でここに輝いてるのもまあなかなかかっこいいなと思いますアクテリクスは待ち気に特化したベイランスというシリーズもやっていましてまあ、そういったこうアパレルもやってるからこそのアウトドアシーンの中でも圧倒的なデザインの美しさという と,いうところはやっぱりあるんだなっていうのは改めて感じました。まあ、最近はですね、なかなか買えないので、まあ、動画でもですね、お伝えしづらいのと、僕もちょっと封印してたんですが、まあ、改めて比較をしてみると、価格面もありますが、やっぱりですね、完成の高さっていうのは改めて実感しました。かといって、今もし僕がアークテイクス持っていなかったとしたら、プレネで買うかだとか、抽選に殺到してまで買うかというと、まあ、多分買わないかなと思うんですね。その点で言うと、リアルなところは ですね、ノースペースかもしくはパタゴニアかというところになるかなと思うんですが相変わらずの完成度高さを実感したというのが正直な感想でした。 いやあ、いかがでしたでしょうか皆さん。今回の動画では、大人のナイロンジャケットナンバーワン決定戦ということで、まあ3つのブランドですね。ノースフェイス、パタゴニア、アークテリクス。この3つを比較しながら、どれが大人の男性には似合いやすいのかというところで、比較をしてみました。まあ正直ですね、どこのブランドにも魅力があるので、この中で圧倒的なナンバーワンを決めるのは難しいんですね。それぞれのジャンルの中でナンバーワンというものがあって、まあ総合力で言うと、やっぱりノースフェイスのコンパクトジャケット、価格面での の買いやすさとデザインのバランスですとかあとは機能性も含めて結構使い勝手がいいんじゃないのかなと思う一方でまあ、パタゴニアもすごく良かったですねまあ、これに関しては最大の魅力は先ほどもお伝えしましたが 色合いですね。このダークグレーっぽい色合いがですね、非常に使い勝手が良くて、コーディネート全体で考えた時に、ブラックではなくて、この色を選ぶ価値っていうのは非常に高いかなと思いますし、まあ、僕自身も今回こちらを選んだことで、かなりですね、コーディネートの幅が広がるんじゃないかなと思っています。そして、まあ、アークテリクスは持つ世界観ですね、ストイックでシャープで、一切の無駄をですね、許さないような、この雰囲気。そして、今はですね、もうレアさも含めて魅力があるかな なななななとととととと思思思ううううんんでですすすがががちょっっっかかか買いいいいづららいいころが、まあ、最大のデメリリットかなと思うんですが相変わらずやっぱりアククテリクスはブだにてまぜひ皆さんもですね、今回ご紹介した3つ、どれを所有しているのか、人によっても変わってくるかなと思いますし、どれが気に入ったのかも違うと思いますので、ぜひコメント欄で教えていただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けて、メンズファッションの基本、なるべくわかりやすく解説をしていきたいなと思っているんですが、もう少し中級者向けのアイテムですとか、コーディネート の解説に関しましては僕がもう一つ運営してます youtube のメンバーシップチャンネルの方で詳しく解説をしています週に3本のオリジナルの動画とその他に週1本ですねライブ配信もやっています皆さんがいただいたご質問に直接お答えするような形でワイワイと楽しくやっていますので気になる方は概要欄からチェックをしていただきたいなと思っていますまた普段なかなかですねゆっくり動画を見る時間がない方もいらっしゃると思うんですが、まあ、そういった方のためにオンラインサロンっていうものもやっていますそちらの方では文章 と写真ベースでおすすめのアイテムをですねリアルタイムでお伝えをしています僕の方でも毎日投稿してますし僕以外のスタイリストですとかプロの方も記事を書いてくださっていますまたそれだけではなくて参加者の皆さんもですね記事を書くことができましておしゃれが好きな男性が集まってワイワイと楽しめるようなコミュニティになってますので気になる方はこちらも概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています以上スタイリストの大山俊でしたまた次回の動画もお楽しみに